メリッツ戦のルール説明をお願いします。 OK ですか？はい、はい。次のゲームはメリッツ戦となります。うちのメリッツ戦やったことないぞ。結構いますね。ありがとうございます。では、ルールの方を説明の方させていただきます。うちのメリッツ戦、基本ルールはですね、全員メリッツ行為可能となります。はい。で、メリッツのやり方としましては、20回タッチ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って感じで20回タッチですね。で復活させることができます。ちょっとタッチは手でやりましょうね。で、さらに5回タッチ 1,2,3,4,5 って5回タッチさせると手を引っ張って、安全な場所まで移動させることが可能です。はい。で、この移動させた時、移動させた後に復活させるのは15回じゃないです。ちゃんとまた20回タッチしてください。 OK ですかね。はい。で、もう1個ありまして、敵チームの、要メディック者に対して、ストップキル、要はとどめですね、を刺すことができます。これは1回タッチです。はい。敵に対して1回タッチしてあげることで、その人はとどめ、復活することができなくなります。これはここまで OK ですかね。はい、はい。で、1個ここで注意点なんですけども、ちゃんととどめさせる人にはとどめさせてあげてください。放置はやめてあげてください。一番つらいです。はい。周り敵しかいないのになんで俺生きてんだってなっちゃいますんで、はい、ちゃんととどめはさせてあげましょう。はい。で、あとですね、復活、ヒットして、メディック待ちの状態の時は必ずしゃがんでください。はいはい、立ったままは危ないです。バシバシ打たれちゃいます。で、できる限り両手あげる。ちゃんと自分が、メディック者ですよ、要メディック者ですよ、ヒットされてますよっていうのはしっかりアピールしてください。これが分かりづらいとバックバック打たれますんで、メディック戦の場合は。なんで、これはしっかりやりましょう。で、上げれる声に関しましては、メディックを呼ぶか、メディック来るなって止めるかのどっちかです。はい。メディックって呼ぶか、ノーメディックって、メディック来るなっていうふうに言うかのどっちかです。まあ、それで、自分のから言ってもいいです。黄色メディック、黄色メディックって言っても OK です。はい。間違っても、どこどこにできるよ、そこにできるよとか、危ないとか言うのはなしです。はい。ですね。あとですね、まあ今日、今日は曇りなんでよっぽど大丈夫なんで、これなしにするんですけども、バンバン弾が飛んでくるような場所ですね。だったり、通路を塞ぐような場所、こういう場所ですね。で、やられてしまった場合、ここ通れなくなっちゃいますんで、とか、弾がバンバン通ってる場所で、どう考えても撃たれちゃうような場所は、ちょっとこうやって動いてもらっても OK です。安全な場所とかですね、通れるような場所にちょっと動くのは OK なんで、そこは自己判断で、しっかりしてください。はい。で、あまりにも、ヒットしてて、ずっと、しゃがみパターンの状態でちょこちょこ日が出てますんで、日が当たるようなところであまりにも動かなさそうであれば、若干日陰の方にスッてやってもらうのは OK です。はい。熱中症になっちゃっても困っちゃいますんでね。はい。その辺りは自己判断でしていただければなと思います。OK ですかね。はい。まあ、ただ思いっきり動くのはなしでお願いしますね。はい。ってことが歩いて動くのはなしでお願いします。あ、はい、質問です。はい、どうぞ。タッチする場所はどこでもいいですか？基本的には手で。仲間がしゃがんで、はい、そのタッチするときはどこの場所でタッチするか。基本手と手で、こういう感じで。あ、うん、分かりました。そうですね、はい、了解です。 OK ですかね。他何か質問ある方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい、了解です。はい。